綺麗ですよね、もみじ。ここが手稲山ですよね。札幌の隣の石川にこんな広々として綺麗なんですね。これ確かに紅葉になったら綺麗ですよね。今新緑だけど。したいですよね。これぐらい綺麗ですよね。熊も綺麗で、山も海も、ね、森も西山通り。気持ちいいなあ。ここ何があるってわけじゃないんだけど、ね、ドライブするにはいいですよね。札幌の込み込みしたときにこういうね、ちょっと行けばこんな新緑に囲まれて、気持ちよくドライブができるという、石狩市、どんなとこかなってちょっと来てみてましたけどね。石狩市花川、なかなかいいですよねこれ。外国みたいに綺麗だな。なんかこれはザ・北海道って感じで、自転車で来ても気持ちよさそうだな。これはおすすめですよ。あとなんか曲がってくねくねして、札幌はちょっと外行けばね、自然があるんですごくいいですよね。2億万人口があるとは思えない、すぐに自然が身近にあるという、しっかりしの海地山通りでした。石狩花川の海地山通りの中間ぐらいにイオンスーパーセンターありますね。ホームセンターみたいなのかな。ホームセンターと、普通の食料品のショッピングセンターみたいなのなんか合体したような、すごく平屋1階ですごく広々としたなんかスーパーマーケット発見しました。美容室コインランドリー、便利ですね。単身者でも便利ですね。コインランドリー。こっちは床屋さんですよね。 QB クリーニング屋さん。こっちスーパーマーケットだもんね。あ、広いねこれは。広々としていいね。札幌のなんかこうこまごまとしたのよりよっぽどいいな。ベンチもあるし、これはいいですね。パン屋さんに、こっちはスーパーですよね。こっちはミスタードーナツ、なんでもありますね。ゲオ、ミスタードーナツ、また広々として人口密度も少なくていいなあ。札幌戻りたくないですよねこれ。こんな近くにミスターカレー、ガスト、自動車も売ってますね。軽自動車1万円では買えませんね。こっちはゲームセンター、これ100均かな。これはなんかねえ、洋服屋さん、韓国の K-POP もありますよ、ね、え、韓国行かなくていいですよね。 K-POP あるんでね、女性はここでね買ってくださいね。あ、女性物もいっぱいありますね。あ、 T シャツから本屋さん、
はあ、ゲオ、こっち来たらゲオいっぱいあるな、広くて。家電を売りください、こっちもありますね、これは、あ、家具高いだろうな、高い、はあ、ちょっと買えませんね、僕にはおしゃれな家具。これは、あ、ダイソーですね、100均だ、はあ、花川みなみのすぐ隣に石狩市の紅葉山南公園ですか。あ、いやー、大体札幌の人口密度の、札幌って本当人口詰め込みすぎなの分かりますよね、これ全然広々として、なんですかこれ、札幌のあのゴミゴミさ、人口密度の高さ、いやー、人口密度低くていいですね、ここ、ここに税金払いたいですよね、これはいいですね、全然人がいないし、広くて綺麗で、いやー、これは気持ちいいですね、いやー、景色いいですよね、すぐにゴルフ場もあって、これはパットパットゴルフかな、普通のゴルフ場じゃパッとパッとゴルフですよね、これ。いや、それも綺麗ですよね、これ。絵になりますよね。素晴らしい。ベンチとかあって、ここで。すごく絵になるな、これ。山があって。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか、この風景。石狩、花川みなみ、素晴らしいね。子供の遊具も全部使用禁止になってますね。あら、子供は感染しない、あんま感染したって聞いたことないですけどね、このコロナウイルスに、大人がかかると思ってたんだけど、子供も一応こういう風に、ね、全く使えない状態じゃ、らららら、鉄棒、ジャングルジム、こんなのね、かわいそうだね、あ、公園でも遊べない、どうにかなんないですかね、全然人いなくていいですね、ここ全然いいですよ、いや気持ちいい、空気もすごく気持ちいいですよ、札幌気持ちいい、いやこれはいい、最高ですね、運動して、ね、森林浴、このマイナスイオン、ウイルスもこれは少ないですよ、これはこの辺では来てもいいんじゃないですかね、緊急事態宣言来てもね、石狩市の紅葉山公園に来ました、いやーこれ池があるんですね、いや初めて来ましたけど、結構大きな池ですね、綺麗な、札幌にも中島公園ってあるんですけどね、それよりそんな感じですね、なんかね、橋はないんだけどね、中島には行けるみたいですね、紅葉山公園は、ちょっと橋渡ってみますね、あ、凪が綺麗だな、その結構まあ大きな公園ですね、こっちは、あ、ベンチがあって、へー、なんか噴水みたいなのあるな、へー、まあ、住宅街のど真ん中にあるって感じですね、相変わらず人口密度が札幌の半分以下ですよね、これはこっちに住む人の方が多いんじゃないですかね、まあ自動車ないと多分ダメなんだろうけど、鉄道とか地下鉄がないんでね、はい、いや、
石狩のバラト通り、バンダグロバラト通り、ラブホテル、やばいな、ほんとね、クイーンズ、一気にクイーンズ、こっちって、右手に、さっき左手にクイーンズ、グレース。料理屋さんのスープカレー屋さん24時間1700円、新港ホテル新港ショートタイム4800円、1700円ですね。こっちまっすぐ行ったら市役所ですよね。いろんなのが詰まってていいですよね、学校があってね。いや、石狩海水浴場近くの弁天歴史公園って初めて来ましたけど、石狩発祥の地なんですって。江戸末期には石狩13場所の元小屋として栄え、同地域の政治経済中心地であった。あ、ちょっと見てみますね。この昔風の番屋のような建物、ここはトイレですね。面白いですよね。なんか櫓みたいな、なんか見張り台みたいになってる。こっちは休憩所みたいになってますね。ああ、こっちになんか記念碑がありますね。昔のなんか書いてあるのかな。あ、なんか歴史が書いてあるのかな。こういうとこね。石狩市の歩み、1604年慶長9年、柿崎義弘、徳川家康から刻印状をもらい、蝦夷地交易権を独占。これ松前藩みたいなもんですよね、これね。松前藩がああいうのを独占したみたいな。ああ、なんかいろいろ書いてあるな。石狩市の歴史なんだね。柿崎市って確かね、松前藩の柿崎市だったような気する。いや、これなんか結構かっこいいですね。黒塗りで、確かにこのなんか江戸情緒がある。これ全部なんか漆喰みたいな、漆喰じゃないや、なんか漆塗りみたいな、漆喰は白だね。黒塗りのこのなんか武家屋敷みたいな。こっちは何なんですかね。あ、なんか記念館なのかな。これなんか、ね、安藤忠雄さんみたいなこう、ね、デザインで、これが、はあ、確かになんか綺麗ですね、これね。はあ、確かに昔の江戸の武家の、ね、お庭ですね、これはね、再現したんだよね。何か書いてある。叡山居。石狩医院の和室部分、昭和12年。石狩医院長であった鈴木さんのお家だったんですね。それ再現したんだ。鮭供養塔って書いてありますね。時代から鮭が取れたんですかね、いっぱい。石狩町会期300年や、古昭和43年。やっぱり300年も歴史あるんで、これは何ですかね。お地蔵さんがなんか囲ってありますね。供養塔ですね。これが弁天さんなんですね。これがもう お守りしてるんですね、こう並んで。いろ
ね祈願して弁天様が、それで弁天町、ほう、弁天神社ですね。